阪神タイガースの補強についてということで、皆さんに伺った、そして、皆さんからメールをいただいたというところにお答えをいただきます。うんうん、さあ、まず、早速いきますね。お一方目の質問、これは甲子園球場界隈で取材をさせていただきました、20代の男性のお声です。来年、阪神はそうですね、FA でどのピッチャーを取るのかを、ちょっと気になってるんで、そこを聞きたいなって、中西さんには。はい これ、もうドラフト終わりましたんで、タイガースさんの皆さんの興味、直球ど真ん中ですけど、うん、どうですか、この選手は。まあ現状ね、はい、ただ、えー、FA、手を挙げてる選手が。今日の時点で、涌井平野ですね。で、あとは野手の鶴岡、大和なんで、この方はですから、うん、どんなピッチャーを FA で取ったくいんですよね、涌井と平野がね、おそらくメジャーっていう志望があるんでね。えー、でね FA の中では、まあ、手を挙げてない選手でもですね、はい、FA 権を持ってる選手では、うん、やっぱり、 麻酔じゃないですかね、日本ハムの。一番いいのはね、僕はいいのはね。ちなみにですけど、その時に。あと、巻田。はい。権利持ってる選手で言うと、日本ハムの麻酔、西部のマキタ、<うん S 1> 野上。はい。はい。はい それから、そうですね。まあ、ぼしいとこで言うと、そんな感じになってきますかね。あ、日本ハムがあと、宮西というね。そうもともと一山感覚者の感覚宮西は前回もそうだったんですけどね。前回も残留したんで、あの時はユニオーム来てたんで、えー、崎ですし、宮西が手を挙げた池っていうことは、話してたんですけどね、監督と現場でも。はい。宮西も決まってますからね、全然。ら宮西は残留しそうだということのようなんですね。ええ。そうですか。で、 でも、阪神の今年のね、この、事情を考えたと。僕は先発だと思いますね。やっぱりでも最後に先発いなくなったっていうところで、やっぱり頭数的に、うん、先発、ピッチャーいくらいても、あの、ね、足りないっていうぐらいなんで。日本ハムの麻酔は、今年のスーパーだった。そうですよね。遅いやってましたよね、今年。去年去年の先発でね、11勝かな。二人ですごくいいピッチングしましたんでね。あと、まあ、野上というピッチャーも。野上もね、そうですね。今年十勝しましたね。11勝しました。11勝か、はい。 あの、甲子園で交流戦、私中継しましたけど、実、うん、にキレのいい、えを投げる、ピッチャーでしてね、まだ、彼は30歳って年齢もね、うん、結構若いんで、そうですね、はい、だからマキタ、巻き西武の巻きた、野上、で、日ハムの増井、うんうん、この辺が狙いどころと,というかね、あの、一番来てほしいなという、そうですね、ところだと思いますよ、はい、タイヤースからしたら。はいはい、マキタはでも先発はないですよね。 いや、マキタも先方でいけると思うますね、はいはい。いけるし<ー>、えーまあ、マキタもどうも,どうもね、あのあのニュースではもうメジャー志向が強いみたいなんで。うん、国際大会で強いですもんね、マキタもね、うん。そうですね。ちょっと彼がそういう気持ちになるのもね、わ、うん、かりますけれどもね。うん、はい。うん、あとお、まあそうですね、えー。そんなところになるんですかね。もう、ドラフトでね、 ある程度その大学の若いピッチャーを、社会人のピッチャーをかなり、中西さん厚めにタイガースを補強したじゃないですか。そうですね。はいはいはい。はまあ、そういう意味では即戦力のっていうところですよ、ね。う<ー>やっぱ即戦力の先発ピッチャー。ということなんですかね。はい、ここがやっぱ最後後半は足りなかったんで。はいはいまあ枠井投手もどうやら、まあロッテを出るならメジャーに行きたいというような、あの、考え方を持ってるみたいなんですけれどもね。はい、うん。ということで、お一方目の質問でした。続いては、メールでのご質問です。 え、ラジオネーム、太郎の屋根に雪降り積むさん、40歳代の男性からです。私思いますに、 本格派のピッチャーもいいんですが、補強という意味では、アンダースローやサイドスローの投手を癖者としてく獲得した方がいいと思うんですが、中西さんどうでしょうかいや,い,いや、おっしゃる通りです。<laughs> すごい。すごいな、この人。いやいや、おっしゃる通りですよ、はい。やっぱ現場でもね、やはりこう、はい、上手投げのもうスライダーピッチャーっていうのはね、はいはい、もう何人おんねんとかね、はい、一軍二軍入れ替えとかした時でもね。 目先を変えられるピッチャー、サイドスロー、うん、まあ左のアンダースローとかね。うんうん、やっぱりその方が、うん、バラエティ飛んでる方がいいですよ。そうで寄せでも基本です。<laughs> 前の人と同じような気持のでしそうそう。絶対しない。そうそうそうね。絶対変えるパターン変える。相手のバッターもなれ、うん、なれますから。ね、角度とか。はい。はい 大体そういうね、大体、ねうん、上手本格派、スライダーピッチャーっていうのが大体多いじゃないですか。はい、うん。これは基本ですけど。それで言うとね、まあドラフト会議がありましたよね。で、まあずっと中継なんか見てますと、はい、聞いてますと、うん、あの、 このピッチャーはってこう、プロフィールが出た時に、150キロの本格派。わあすごいなぁと思うんですけど、じゃあ150キロの本格派が全員揃って、1軍に2軍に揃ってても、それはそれで本格派ばっかりだと困るわけですよね困ります。困ります。ポジションがあるんで、やっぱりだから使う側としてはね、やっぱり、こう、サジ加減はこっちですので、やっぱり、その、目先を変えられる、うん、ピッチャー、間に、まあ、あの、JFK なんか特にそうですね。なんか、久保田球児と続くと、やはりそう威力がある。やっぱ間にジェフがいると、 変わるしそうか。藤川投手がまず行って、そ,その後、ジェフ・イリアムス投手が行って、そうそうで、久保田投手がやってました。現場でユニフォーム着てる時もそうだったんですよ。だからスカウト入にね。河西とか、あの、吉野とかね、自分のサ,サイドスロー、アンダースローで成功した、あの、人間がスカウトやってるわけだから、はい、やっぱそういうピッチャーやっぱり。ああ<う>、探してこいだった探してこいバラエティー飛んだ、やっぱり、<ー>うん。36人ほどピッチャーね、やっぱり、はい、あの、いるわけですから。えー 昔、半球左の長いピッチャーに打てなかった、ね。ライオンズの、ね、ライオンズの。ソフトバンクもそうじゃないですか。森生が出て、やっぱ、加山がやっぱ同じようにサイドから育ったというかね、出て,すよね出てきた、ね。シリーズで、加山投手光ってましたもんね。えー、だから、ああいうピッチャーってワンポイントね。うん うん、だから昔で田村であったり、遠山であったりとかね。まあ、吉野もだから今スカウトやったりしてますけど。うん、だから、これあれですよね。アマチュア時代の実績とか、うん、その時だけの、そのチームでの実力だと、右の上手投げのピッチャーの方が上位でも、うん、いや、プロに入った時は、この社会人や大学のチームでは3番手ぐらいだけど、プロに入ったらこういう個性が生きるんじゃないかっていう取り方って大事ですよね。あれ、うん、ね、やっぱプロの場合は、やはりこう、一芸に秀るものがいいんですよ。うん、うん。ああ,<ー>あ、なるほど。 まあ、っすぐそこそこ、変化球そこそこ、コントロールそこそこ。これ一番使いづらいんですうん。これが。今、阪神のね、現状で言うと、ドラフト彼は確か5位ですよね。うん、青柳投手がやっぱりすぐに役立つわけですもんね。そうそうそう。もう、ボールはどこ行くかわかんないけど、まあ、威力はあるというね。ああいう投げ方のピッチャーっていうのはやっぱり役立つわけいや、ピッチャーの話してたら、ほんま落語のこと言われてるみたいです <laughs> 落語界も一番上手いか、一番下手が目立つんですよ。 あいつ下手やったな言うたら帰り、飯食べながら、酒飲みながら、下手やったけどおもろかったなっていう、真ん中の縁ちゃういうのが一番目立てへんわそうですよね、残らないという残らない、そこは残らない、繁盛亭と甲子園球場は一緒にいやいや、だから、宏門さんも重ならないようにしますけど、たとえ120キロのピッチャーでもね、うわ、その前120キロになったら、その後ろのピッチャーが140キロで150キロ以上に見えますよ、そうですよね。 あのイロモンさんが出て話家の本格派の方が来るからこちらの方は生きるようですそうです一緒ですね野球もす一緒そうも垂れか俳優とかあのあれでも一緒じゃない映画でもドラマでもやっぱ脇役がいるからメインが目立つように脇役が目立っちゃいけないというね素晴らしい質問をしてくださってじゃ阪神タイガースの補強には松竹芸能もちょっと考え方がこれんですけど全部がメインでもあかんし全部が脇役でもダメだしそういうことですよね のことでさっき芸人をちゃんと引っ張り上げてくれた <laughs> 肝心なことができてないんですからそれはそれでは次まいります、はいえー、今度は音声でのご質問をお聞きいただきます甲子園界隈で30代のタイガースファン男性にお聞きいたしいました若手が結構あの活躍してると思うんですけど FA で中田が来るこないっていう話があると思うんですけどそれについてのことです これ以上ない直接的な来。来るか来るか、と、来ないかね、はいえー。というか、取りに行く、行くんですかね。タイガースは。ね、手を挙げたとして。ただ、あちらの球団の事情を考えますとね。<う>清宮幸太郎という。そう,そうそうそう。まあ、期待十分の一人死がやってきます。まあ、ハムもどこまでね、そう、あの、止めようかっていうのはあると思うんですけど、本音はね、もう手を挙げてほしいかなっていうハムあるんじゃないかなと思うんですけど、<で>ただタイガース側からするとね、はい。 いるのかなっていう感じはしますよ、中にさ、そう、お,うお感じになる。だって金本監督の1年目って、まずなんでスローガンをスター,スタートしたのか。超変革っていうね、はい、言葉でする。あのー、結局変革でて若手をどんどん使っていったわけじゃないですか。はい、高山したり、しかり、原口しかり、はい、で、こうして20本以上打ったら長谷しかり。はい、こいつらをじゃあ来年、これファーストどうすんのっていう、とこじゃないですか。すね、僕はやはりここ あくまでも補強は先発のところであって、<ー>えー、やっぱりこの野手のところはやっぱり自前の20本打って中谷、高山、この辺はやっぱりね、やっぱりクリアボ打てれるぐらいのところにやっぱ持っていかなきゃいけないと思うんですよ。すね、将来ね。はい、それ来年すぐとは言わないですけど、これはもうズバリ中に散らすとお考えになるということですね。うん、さあ、それでは最後はメールでのご質問にお答えいただきます。ラジオネーム KNT さんからです。補強。 先発ピッチャーもいいですけど、私はキャッチャーを補強するのはどうかと思うんですが、中西さんどうでしょうかまあそうでしょうね。まあ補強というよりも、やっぱりこう、梅野と坂本。うん ここをやっぱ育てていくというか、本当の意味のこうキャッチャーにやっぱり作っていかなきゃいけない。時間はまあ、このかかるポジションですけど、ドラフトの1位で、清宮幸太郎選手狙いました。失敗して安田選手狙いました。失敗。そこからかなりこう、ピッチャーを重視した補強を今年はドラフトやりまして、キャッチャーは今年ドラフトでは一人も入ってこなかったんですよね。はい。ということになると、あの、外からの補強。若いですから、梅野にしても坂本にしても。 まあその後に、だから結局3番手としてその、まあ岡崎はおるわけでしょはい。うん。よっぽどの場合じゃないと使わないでしょうけど。はい。うん。ということはもうこの内部での考え方。内部の、ま<の>梅のでしょうん。梅の。梅の<野>。うん。 竜王な、竜太郎なんとかしないのね。ど、どこをどうしたらもっと彼はいいわけですかまあ、ももともともうちょっと打てるんですけど、うん。あ,あと、リードをちょっと落ち着いたリードですよね。うん。あやっぱここが、まあ、ちょっとこう、あのー、ピンチになったりすると、非常にこう、サインが出づらかったりとか、こう、悩んだりするんで。サインが出づらいってどういうことですかよう出さないです。こう、ちょ,ちょっとそう、こう、タイム。 テンポよく。うーんって考え込むというかね。ああ、なるほど。あ、ピッチャーもテンポよく投げられなくなる。そうそう、そういう間があるんで、ちょっと。まあ、そうやっぱりリード面で迷いが生じるっていうところがあるんで、まあ、そういうとこでしょうね。ま梅野はやっぱり一二万円しなきゃいけないと思いますよ。それは誰が一二万円しますピッチャーます。れはバッテリーコーチですよ。あ、バッテリーコーチ。バッテリーコーチ、まず。まあ、来年からは一度は現場に出たら、あの、ピッチャーでしょうね。よくあの、 工藤さんがね、監督のあの、ソフトマンク工藤さんが、ョージ島でしたっけね、育てんのに。それ打たれたら、投げたら打たれるよと分かってて、サイン通り投げて打たれて、そうやろって言うたなんて、かっこいい話がありますけど、ジョージマ島だいぶ打っとうしがってましたけどね。そうか。あ、そうか。上島は最後、阪神来そんな余裕はないですか、阪神に。ね。まあ、打たれてでも、それぐらいの、ことが、やっぱ、ないとダメなんじゃないですか。あああ。ああ、上島うっとうしがってました。いや、それはっぱ、多々ありますよ、何しは。 僕が木戸さんの組んでた時にも、うんはい、あの、いや違う思うけどね、ね3回首振って、同じサインこう、うん、ずっと出されたりとかね、いや、それでもこ,こ,これやって思うんだ。うん、そうやろって、俺は高校でこういう状況だから、このボールの方がタイミング的に合わない思ったから、こっちをやんだんやけど、お前がまあ投げたいからっていう。それはありますやっぱ。三3回同じサイン出されて、3回首振ったんですか ?3 回首振ました。でも、キャッチャーの方もだから、木戸さんの方も絶対変えないで、<laughs> 絶対これや言う。い,いうから。<laughs> その後、木戸さんが変えたんですか3回も降りて、降りて、うん、で、そこの、その後僕が選択したボールは打たれた。 打たれたた時は、どういう意図で打たれたかって、まあ、そのやりとりですよ。そういうことがあるから、結局、うん、その、キャッチャーも育つし、ピッチャーも勉強していくんじゃないですか。そうね。まあ、すごい。ということで、今年はとにかく、今あるキャッチャーを外から補強するんじゃなくて、梅野を中心にしっかり鍛えるということなんですね。はい。ありがとうございます。その後ろのピッチャーが、140ロで150球以上に見えますよ。ああ。そうですよね。その次行くピッチャーが。 でもそうですもんね、いろもんさんが出て、話家の本格派だから来るから、こちらの方は生きるっていうですね。そうですね、一緒ですね、野球もよそもいいし、いやそうも、ただい俳優とか、あれでも一緒じゃないですか、映画でも、ドラマでも、やっぱ脇役がいるからメインが目立つように、脇役が目立っちゃいけないというね、すばらしい質問をしてくださって、阪神タイガースの補強には、松竹芸能もちょっと考え方がこれなんで全部がメインでもあかんし、全部が脇役でもダメだし、そういうことです。 いや正直年は野球のことよりさっき芸人をちゃんと引っ張り上げてくれた <laughs> 肝心なことができてないんですからそれはそれでは次まいります、はいえー、今度は音声でのご質問お聞きいただきます甲子園界隈で30代のタイガースファン男性にお聞きいたしいました若手が結構あの活躍してると思うんですけど <laughs> FA で中田が来るこないっていう話があると思うんですけどそれについてのことです これ以上ない直接的な。来るか、来るか、来ないかね。はいえー、というか、取りに行く,行くんですかね、タイガースは。<ー>手を挙げたとして。ただ、あちらの球団の事情を考えますとね、<う>清宮幸太郎という。あそ,うそうそうそう。まあ、期待十分の一粒子がやってきます。ハムもどこまでねそうざ、あのー、止めようかっていうのはあると思うんですけど、本音はね、もう手を挙げてほしいかなっていうハムもあるんじゃないかなと思うんですけど、から<で>タイガース側からするとね、はい いるのかなっていう感じはしますよ、僕。中にさ、そう、お感じになる。だって、金本監督の1年目って、まずなんでスローガンをスタ,ースタートしたのか。超変革っていうね、はい、言葉する、あのー、結局変革して若手をどんどん使う。 ということで、皆さんに伺った。そして、皆さんからメールをいただいたというところにお答えをいただきます。うんうん、さあ、まず、早速いきますね。お一方目の質問。これは、甲子園球場界隈で取材をさせていただきました、20代の男性のお声です。来年、阪神は、そうですね、FA でどのフィッチャーを取るのかを、ちょっと気になってるんで、そこを聞きたいな、中西さんには。 これもうドラフト終わりましたんで、タイガースさんの皆さんの興味直球ど真ん中ですけど、うん、どうですかこのは。現状ね、はい、ただ、えー、FA 手を挙げてる選手が。今日の時点で枠井平野ですね。すかねはい。うん、で、あとは野手の鶴岡、大和なんで、この方はですから、うん、どんなピッチャーを FA で取ったらいいかですよね。枠井と平野はね、おそらくメジャーっていう志望があるんでね。えー、でねーまあ FA の中では、まあ手を挙げてない選手でもですね。はい。あの、FA 権を持ってる選手では、うん、やっぱり、 麻酔じゃないですかね、日本ハムの。ハム。一番いいのはね、ハムハム僕はいいのはね。ちなみにですけど、そのあと、キタはい。権利持ってる選手で言うと、日本ハムの麻酔、うん、西部のマキタ、はい、野上、はい。はい それから、そうですね。ま、あぼしいところで言うと、そんな感じになってきますかね。あ、日本ハムがあと、宮西というね。そうですね。もともと一山艦が来一山そう宮西は前回もそうだったんですけどね。前回も残留したんで、あの時はユニオン来てたんで、えー、甘笠ですし、宮西が手を挙げたらけっていうことは、話してたんですけどね、監督と現場でも。ああ。はい。そう、宮西も決まってますからね、だから宮西は残留しそうだということのようなんですね。ええ。そうですか。で、 でも、阪神の今年のね、うん、この事情を考えたと。僕は、まあ、先発だと思いますね。<ー>やっぱりでも最後に先発いなくなったっていうところ、はい、ね。やっぱり頭数的に、うん、先発、ピッチャーいくらいても、あのー、ね。 足りないっていうぐらいなんで。日本ハムの麻酔は、先発ス行きますか。そうですよね。遅いやってますよね、今年。去年。去年の先発でね、11勝かなうん。二すごくいいピッチングしましたんでね。あと、まあ、野上というピッチャーも。野上もね、そうですね。今年11勝しましたね。11勝あ、はい。あの、甲子園で交流戦、私中継しましたけど、実にキレのいい、え球を投げるピッチャーでしてね。まだ、彼は30歳って年齢もね、結構若いんで。 はい、そうですね。だからマキタ、巻き西武のマキきた、野上、で、日ハムの松井。うんうん、この辺が狙いどことというかね、あの、一番来て欲しいなという。そうですね。とこだと思いますよ。タイースからしたら。はいはい、マキ巻はでも先発はないですよね。 いや、牧田も先方でいけると思うしんですよね、はいはい。いけるし、牧田も,もどうもね、ニュースではもうメジャー志向が強いみたいなんで、うんいや。国際大会で強いですもんね、牧田とはね。うん、ねちょっと彼がそういう気持ちになるのもね、わ、うん、かりますけれどもね。あと、まあそうですね、えー。そんなところになるんですかね。もう、ドラフトでね、 ある程度その大学の若いピッチャーを、社会人のピッチャーをかなり、中西さん厚めにタイガースを補強したじゃないですか。そうですね。はいはいはい。はまあ、そういう意味では即戦力のっていうところですよ。ね。<ー>やっぱ即戦力の先発ピッチャー。ということなんですかね。はい、ここがやっぱ最後後半は足りなかったんで。はい、はい、まあ、枠井投手もどうやら、まあ、ロッテを出るならメジャーに行きたいというような、あの、考え方を持ってるみたいなんですけれどもね。はい、うん。ということで、お一方目の質問でした。続いては、メールでのご質問です。 えー、ラジオネーム、太郎の屋根に雪降り積むさん、40歳代の男性からです。あのー、人間がスカウトやってるわけだから、はい、やっぱそういうピッチャー、やっぱり。ああ、探してこいんった<ー>探しこいんバラエティー飛んだ、<ー>やっぱり、うん。36人ほどピッチャーね、やっぱり、はい、あのー、いるわけですから。えー 昔、阪急左の長いピッチャーに打てなかった、ね。ライオンズの,、ね、ンズのソフトバンクもそうじゃないですか。ああね、あ森生が出て、やっぱ、加山がやっぱ同じようにサイドから育ったというかね、ね出てきた。でシリーズで加山投手光ってましたもんね。ああいうピッチャーってワンポイントね。うん 昔でいう田村であったり、遠山であったりとかね、吉野もだから今、スカウトやったりしてますけど。うん、だから、これあれですよね、アマチュア時代の実績とか、うん、その時だけの、そのチームでの実力だと、右の上手投げのピッチャーの方が上位でも、うん、いや、プロに入った時は、この社会人や大学のチームでは3番手ぐらいだけど、プロに入ったらこういう個性が生きるんじゃないかっていう取り方って大事ですよね。あれ、うん、ね、やっぱプロの場合は、やはりこう、一芸に秀るものがいいんですよ。うんうん、ああ、なるほど、ね。 まっすぐそこそこ、変化球そこそこ、コントロールそこそこ。これ一番使いづらいんです。これが。今、阪神のね、現状で言うと、ドラフト彼は確か5位ですよね。青柳投手がやっぱりすぐに役立つわけですもんね。そうそうそう。もう、もう、ボールはどこ行くかわかんないけど、まあ、威力はあるというね。うん、ああいう投げ方のピッチャーっていうのはやっぱり役立つわけでいや、ピッチャーの話してたら、ほんま落語のこと言われてるみたいです。<laughs> 落語界も一番上手いか、一番下手が目立つんですよ。 あいつ下手やったなー言うたら帰りみんな、飯食べながら、酒飲みながら。下手やったけどおもろかったなーっていう。<ー>真ん中の縁ちゃういうのが一番目立てへんわ。そうですよね。<ー><ー>残らないという残らないそこは残らない。半条亭と甲子園球場は一緒の。一緒です一緒ですよ。<ー> <laughs> いやいやいや。だから、イロモンさんも重ならないようにしますけど。たとえ百二十キロのピッチャーでもね、うんうん、うわ、その前百二十キロだった私思いますに。 本格派のピッチャーもいいんですが、補強という意味では、アンダースローやサイドスローの投手をモ者として獲得した方がいいと思うんですが、中西さんどうでしょうか <laughs> <ご>い,いや、おっしゃる通りです,す。すごい。すごいな、この人。いやいや、おっしゃる通りですよ。はいはい、やっぱ現場でもね、やはりこう、上手投げの、もうスライダーピッチャーっていうのはね、もう何人おんねんとかね、一軍二軍入れ替えとかした時でもね、目先を変えられるピッチャー、サイドスロー、まあ左のアンダースローとかね、うん。 やっぱりその方が、バラエティ飛んでる方がいいですよ。そうで寄せでも基本です。前の人と同じような違いの話でしょそうそう。絶対しない。ね。絶対変えるパターン変え相手のバッターをなれますから。れます角度とか。はい。はい。大体そういうね、大体上手本格派、スライダーピッチャーっていうのが大体多いじゃないですか。はい。これは基本ですけど、それで言うとね、まあドラフト会議がありましたよね。で、まあずっと中継なんか見てますと、聞いてますと、あの、 このピッチャーはってこう、プロフィールが出た時に、150キロの本格派。はい。わーすごいなと思うんですけど、じゃあ150キロの本格派が全員揃って、1軍に2軍に揃ってても、それはそれで本格派ばっかりだと困るわけですね。そう、困ります。困ります。ポジションがあるんで、やっぱりだから使う側としてはね、やっぱり、こう、さじ加減はこっちですので、やっぱり、その、目先を変えられる、うん、ピッチャー、間に、まあ、あの、JFK なんか特にそうですね。あ久保田球児と続くと、やはりそう威力があるでやっぱ間にジェフがいると、 変わるしそうか、藤川投手がまず行って、そ,その後、ジェフ・イリアムス投手が行って、そうそうで、久保田投手。だかた現場でユニフォーム着てる時もそうだったんですよ。だから、スカウティーでね。河西とか、あの、吉野とかね、自分らサ,サイドスロー、アンダースローで成功した。